アルピーヌは A110 の限定使用者を発表点1975年のラリーツールドコルスにインスパイアされたモデルです。ラリーで活躍した初代 A110 にオマージュ。アルピーヌは A110 の限定モデルツールドコルス75を公開した。1975年のラリーツールドコルスにオマージュを捧げたもので、 150台の限定生産となる。エクステリアは、ドーラリーでランチアストラトス HF に次ぐ2位となった A110 の初代モデルにインスパイアされている。鮮やかなイエローカラー、ブラックのボンネットとルーフ、そしてサイドとリアのストライプが特徴的だ。左フェンダーには、ツアーでコルシー75のサインが添えられるリアでは、 ストライプとブレーキランプで1975年のツールドコルスに出場した A110 の絶景番号7を表現している。グロスホワイトの18インチホイールとオレンジのブレーキキャリパーが装着されている。リアエンドには7の数字が。パワートレインは現行の A110GT および S と同じ最高出力 300PS の1.8。 L4 気筒エンジンを採用。性能はまだ明らかにされていないが、A110S-0 の 100km。H 加速4.2秒。最高速度時速 275km から変更はないものと思われる。インテリアでは、サベルト製バケットシートにツアーでコルシー75の刺繍を配し、レーシングハーネスも装着できる。 標準モデルと同様。Apple CarPlay と Android Auto に対応した最新のインフォテインメントシステムが搭載されている。150台のみが製造され、1台1台にシリアルナンバー入りのプレートが付けられる。日本での販売は不明だが、英国で販売されるのは5台のみで、価格は66,855ポンド、1,110万円から。 2017年に発売された A110 は、2026年にロータスと共同開発中の後継モデル EV に置き換わる予定だ。アルピーヌはスポーツカー中心のブランドから脱却し始めており、時期ノー後の高性能モデルを2024年に発売するほか、電気駆動の新型 s u v g t x オーバー を2025年に投入する予定だ。